に占ってもらいます。神の領域へと行くのか。トップダンサーかな。どうもこんにちは、システム東京の北川です。なんと今回は占いの沼津先生。はい、はい、と申します。よろしくお願いいたします。さらに悪相俳優の小川美さん。お、小川です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さらに悪相俳優として有名な小島美です。よろしくお願いします。お願いします。見ての通りワンチャンネルの丸パック企画です。沼田さんがあのシステムを作ったんですよね。そうですね。そのセミナーに札幌でセミナーやった時に。そうですね。でワンチャンネル見てたら、あれ知ってる人じゃね。あ、すごいすごい偶然なんですね。すごい。あ、好きなんですか。そうです、そうです。あの本当は、うん、あのマーシャルアーツがやりたくて、うん、田舎なんでもう人口2900ぐらいしかいないんですよ。うん、私のところが何もないんですよね。うん、あの習えるものが。ずっとやりたくて、それで北川先生も知ったんですけど、でもやる機会なくて、で、ちょうど石井先生がオンラインサロン始めた時に、じゃあせっかくだからと思ってやったら、その後から北川先生がオンラインサロン始めたんですよ。ちょっとね、タイミングがちょっと遅かったんですよ。いや、まあおかげで毎日チャンネルのね、オンラインサロンに入ってた。そうですね。はい。はい。そうなんですよ。そうなんですよ。今回は、星見主演の映画、グラフも。はい。情報公開になりまして、はい、会見、会見、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ラスボス、ラスボス、え？ラスボスじゃないですか。僕？はい。何をおっしゃってるかな。何個もラスボスやってるから。分かんなくなっちゃった。分かんなくなっちゃった。ラスボス冒険しちゃった。そうですね。ラスボス冒険。次もラスボスです。ね、ラスボス、ラスボス、次ね。覚えてる？ラスボス1、ラスボス2とか。うん、そう、どのラスボスか。もう多分、ラスボス20いくつとか。まあ、そうっすよね。ぐらいのレベルかもしれないですね。それに北川先生はなんと、俳優デビューです。俳優デビュー。俳優デビュー。ウェルカム。最初アクションって言われてたからアクションかと思ったら、なんかどんどんアクションが削られて演技が増えて、シリーズ化したいっていう監督の思いがあって、最初に出しすぎない、で、2話目でアクションっていう思いでお芝居に特化しましたよね。しました。はい。しかもお芝居がうまい、本当にうまい。楽屋っていうかな、もうキャスト全員発表されてる感じですか。多分この時には、はい、されてなかったらいいです。はいはい。まあ、木山里奈ちゃんと仲いいんですよ、僕昔から。で、里奈ちゃんと2人でこう控え室から北川先生のセリフ聞いた瞬間に2人がうまくね。マジで本当に本当に、はい、そんなもうベテランな大ベテランの大先輩にそんなこと言われちゃって2人であ、うまいね話をしてたんです。はい、まあまあ、ね、内緒です。内緒ですけど、常に自然なんですよね。本当に力みがない。素晴らしい。はい。そしてなんと白川先生も今回そう俳優デビューで、俳優デビューで、はい、白川先生はなかなか難しい役ですよね。難しい。そうね、ね、ほぼナインバウリー状態で、はい、あのご覧になったら、うん、そうですね、言えないですね。これはもう本当ネタバレになっちゃう、はい、はい、ちょっと古賀さんとすごいね、いやもう本当ただただ変態なこと、僕が要求したものをね、はい、愛知のように吸収して、はい、はい、いただいて、はい、白川先生がおかしなことになってるっていう、ね、そう、古賀さんのせいで、はい、相当おかしなことな、あのキャラは見れないですよね、でもね。劇場でしか。あ、そうですね。はい。ぜひ、ね、先生も。ぜひ。はい。よろしくお願いします。ぜひぜひ。ということで、そのメンバーで、システマ東京チャンネルと伏見チャンネルで、沼田さんに占ってもらいます。あ、緊張する。緊張しますね。いやー。じゃあ、毎日チャンネルを見たときから、もう、超もう気になってて。気になってて。すぐに、じゃあ、僕先だと怖いから、あの写真鑑定の白川先生から。そうです、そうです、そうです、写真いただいておりますので、まずやっぱね、まず様子見てからも左ジャブみたいな、そう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 、心の準備をそこで整えようと。白川先生、まさかじゃないですか。まさかの白川先生、ちょっと失礼して、白川先生いらっしゃらないんですけど、ちょっと見ていこうかなと思います。
やっぱりさすがだなというような手ではありますね。はい、まず、運気の総量っていうものが、右と左でかなり違うんですけども、うん、左の手の方はかなり強いですね。だからポテンシャルがかなり高いっていうか、うん、ちょっと家柄も特殊なんですかね、わかんないですけど。まあ、お父さんが秋野先生ですね。ああ、なるほど。家の影響下っていうのがすごく高いですね。なので、家から引っ張ると、その、なんていうんですか、系譜というか、そういったもののポテンシャルがものすごく高い方ですね。うん、いい家柄ってことですか？いい家柄。もう本人どう思ってるかはちょっと話別かもしれないですね。ただ、まあ、そこからの影響とか、そういったものはかなり色濃く出てますね。いいところ坊ちゃんってことですね。実家の影響ね、かなり強い。そういう風になってますね。白川先生、これが公開されるまでこれは知らないから、ドキドキして今見てます。そうだ、そうですね。まあ、グループラインありますけど、絶対言わないで。もう散々だったよとか言っておきましょう。寝れないかもしれない。でも僕だけなんですかね、他人のことなのにこんなに緊張するんだ。緊張する。緊張しますよね。ええ、表には出してないんですけど、その裏の方で働いているのが、やっぱ自分のね、気持ちを満たしたいっていうような形が出てるんですよね。だから満たされない感じがよく出てらっしゃる。それ丸出しじゃないでしょ。満たしたい。どこ、それをどこで満たしていくのか。今のやられてるお仕事っていうか、合気道の方っていうのもかなり仕事的にはね、いろんなことをされてるとは思うんですけども、多分それだけでは満たされない何かが常に出てるんでしょうね。愛情ですかね。確かにちょっと淡白ではありますね。なのでそこら辺が埋まってくるところですね。グループラインのね、2人のやりとりがね、面白すぎるでしょ。もうなぜか24時前後にあなるでしょ。練習が終わって夜中に変なテンションなんですよ。すいません、やりとりしてるからおかしい。なんかダークだね。ね、やめたほうがいいのかでしょ。右手の方を見てるとですね、決断がどん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 早くなるような傾向になるんですよね。だからその場での、ジャッジを下したりとか、そういった感じが表上では、まあ、だから指導したりとか、決断しないといけないっていうような立場にいらっしゃるのかなと思いますね。やっぱりちょっと決断を早くしないといけないっていうようなのは表上はできますね。今よりももっと即断即決で頑張れっていうことですか？右と左で違うんですよ。表帳はそういう風に早く決めないといけないとか、そういう風な立ち回りになってるんですが、左の方っていうのは非常に頭脳線長いんですよね。で、感性が豊かというのが豊かなんですよ。で、石井先生の手を見た時も同じような手をしてたんですよね。今の領域だけでは満たされないんだと思うので、もっと違う領域の方々、まあ、だからいいんですよね、出会いとしては。俳優ですよ。俳優ですよ。もっと満たしたいんだと思うので、感性っていうのは。多分それがフィードバックされて、やっぱり武術のことかに見かせると思うので。それがドロップキックとかに。そうですね。あの高いドロップキックで出ちゃってるところで。綺麗でしたね。綺麗にね。そうですよ。発散してたんですね。やっぱり表立ってのものと、やっぱり裏で働いてるのっていうのはちょっと時間かなと。まあ、やっぱこっちはでもですね、ずーっと右手の方ですね。指導者として、もう常に一流な感じではありますね。右手ってのはどっちかっていうと、潜在意識に近い方が。そうです、計画性とかね。ただ、左手の方がどうかなっていう感じですけども、まあ、ほぼ同じですね。導いていくような流れの方には、やっぱ方針を切ってます。ただし、気になるのが、なんででしょうね。右手と左手ではかなり印象が違くて、ご自身の中でのギャップといいますか、そういうのが年取ってくると顕著に現れてくるような感じになってますね。どういうこと？右手の方には全く出てないんですよ。ただ表上誰も感じないかもしれないんですけど、近く先生自体が例えば50代になった時とかに、今までとちょっと体の動きが違うなとか、そういう変化、要するに自分の立ち位置がどうなのかとか、そういうふうな周りは感じてないんで、も自分の中での細かい変化みたいなのが、ちょっとかなり気になる形になってるんですよね。ちょっと50代のターニングポイントになってるかなと。ターニングポイント、トラップキックやりすぎなんじゃないですか？そうかもしれない。40代で、この10年。そうですね。ローリングソバットもあるかもしれない。ああ、50代。50代ね。この辺で多分、ちょっと周りの受けてる印象と、ご自身が考えているものとのギャップが生まれてくるような形になってて、そこら辺の差を埋めれば大したことはないかなと思うんですけどね。確かにね、アイキって、何歳になっても続けられることだから、
周りから見られてるのとね、自分が感じてるのが変化出てくるのかもしれないですね。そうですね。写真ではわかりますか。はい。ここが運命線なんですが、ここ若いんですか。若い。ああ、なってますね。はいはい。はい、ここですね。これがちょうど50代ぐらいから、ちょうど、まあ、10年ぐらいですね。でそこがきれいなんですよね。その10年間ぐらいっていうのが、自分の中のギャップとか、今までちょっとなんていうのかな、体の疲れが違うとかね、扱いが変わるとか、まあ、そういったところのところをバランス取れるようになってくると早めに解決していくのとか、こうワンランク上に上がるんですね。そうですね。それを乗り越えるっていう層になってる。あ、そうですね、今のところは。神の領域へと行くのか。神の領域へと行くんですかね。なんかものすごく手は綺麗になってますね。ターニングポイントで挫折するっていうことで今のところはなってない。今のところはなってないです。ああ、これからわかんないですよ。闇出てる、闇から出てる。持ってこう、持ってこう。まだまだまだ昼間ですから。まだ昼間ですね。そうそうそう。まあでもやっぱりですね。ちょっと一度お話ししてみないとわかんないんですが、20後半から30代っていうのはちょっと気になりますね。ここら辺でちょっと人の出入りであったりとか葛藤とか。まあ、そういったものはちょっと多かった時期じゃないかな。あ、そうですね。あ、まあ、ここら辺の影響がちょっと出てるんじゃないかと思いますね。どんどん聞いてると緊張してきますね。緊張してきたね。お父さんもまだご健在なんですか。はい、なるほど。まあやっぱり寝るんだけどそうだったんですけど、間がちょっと、やっぱりこのお父さんから引き継いだりとか、家のその引き継ぐっていうような力っていうのが、しょうがないのかもしれないですけど、ものすごく強いですよね。その影響ってのはいつまで続くとか出てるんですか。一応今のところ影響が出てるのが、ちょうど45ぐらいかな。まではちょっと影響出てる。そこから先になってくると徐々に軽減していったりとか、ただこれが先ほど言ったみたいに伸びるとですね、50代とかに入ってくるのがあるんですよ。要するに50になった時にちょうどもう完璧に移行してっていうような形になってくると、やっぱりご自身みたいに引き継いでいかなきゃいけないような形になってくるので、今もやられてたと思うんですけど、立ち回りとかそういったところが影響出てくるのかなっていう気がしますね。あともう50で、本当50でターニングポイントとかもなんか激動ですね。結構忙しいですね。忙しい。あ、これは今回のアクションを覚えて、アクションを身につけたからこう行く気しません？そうですね。それかもうアクションのせいで壁にぶち当たる。そうじゃない。そっち。アクション俳優としての壁にぶち当たる。そうそうそう。アクション俳優として。そういうことです。あ、なるほど。だってほらあれだけ追求する人だから。そう。本当ですよね。そうですよ。メインテーマとしてですね、やはりどこで自分を満たしていくのかっていうところですね。見てる感じだと、今の愛機だけでは満たされないんじゃないかなと思うんですね。違うところで満たさないといけない。まあ、それが愛情なのか、もしくは違う競技になってくるのか、まあ、演技も。アクションが入るな。白川先生の恋愛はどうなってますか？悩むんですか？またそういうね、聞きたいですね。息めっちゃ乗り出してるから、でもチャンスはありますけどね。チャンスはありますか。ただ45までに、今41日、はい、41から45はチャンスですよ。この間動けばチャンス、動けばチャンスですね。動くかどうかが問題ですけど、動かなそうだ。そう、仕事忙しいですね。いいね。何で自分を満たしていくか、ああ、それまでは分かんないですね。その種目をまだ選んでないので、選び始めたらもっと綺麗に出てくるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、テーマ性としては今は決める前の段階になってますね。で、これから決まってきて、そっからそれで満たすっていう展開になる。そうです。それが例えばパートナーであれば、間違いなく今年からチャンスですし、今年からチャンスです。先生、今年からチャンス。チャンスだと思います。4年間ぐらいですね。チャンスはあるので、動いたらいいと思いますけど。白川先生、チャンスですよ。あなたは今、チャンスなんですよ。そういう企画やりましょうか。メルトンベニクジラじゃん。懐かしい。めっちゃチャンチェックとか入っちゃう。白川先生、お願いしますね。後ろから、ちょっと待った。面白そうだからやろう。そういうのを
決める段階としては今年すごくいいタイミングだと思いますね。まずは何に対して自分が求めているのかっていう具体的にして、そっち側をきっかけを増やしていくっていうのが一番大事な時期だと思います。じゃあいいタイミングでアクションを得たっていうのが、ね、行ったってことですよね。なんかこれがね、第2第3続いた場合はおそらく手としても合ってますよ、長いスパンの中で見合いが増えてくるんで。確かに、うん、白川先生自体結構現場楽しまれてたので、結構アドレナリンは出てましたね。出てましたね。そう。一番楽しんでましたね。一番楽しんでましたね。ねえ。ずっとカメラ回してた。そう。余裕がありましたね。カメラ回してる余裕が。うん、ミッキーのね、お芝居の指導も。はい。はい。あって、面白かった。そうですね。なので、そういうところで、例えば満たすってことになると、今度演技の方に、やっぱり、メディアとかね、になっていくのかなっていう気がするんで、そうなると、今度パートナーが通りますけどね。何で満たすのかっていうのは、そっかそっか。パートナー以外で満たしちゃうから、パートナーが通る。そうです、そうです。白川先生がやっぱり、その、なんていうんですか、お忙しいのもあって、どうしても、触れる時間っていうのが限られてると思うんですよね。4つも5つもっていう感じにはなんないかな。こうなりそうだな。そうですね。確かにそうですね。こんな感じにはなるんですね。なんちょ北川先生ちょっと見て。期待よ、期待よ。研修のタブとかあっても大丈夫？あ、大丈夫です、大丈夫。ちなみに、はい、年齢だけ聞いていいですか？47。47。はい、緊張する。緊張しちゃって、バクバクいってきた私。綺麗ですね。何ですか？細かいのがいっぱいあるほどこれは傷？これ傷ですね。うん、なるほど。これが放送室です。放送室なの。外で練習してるときにさ、それでバカって来て、うちだから。その傷ができたことによってですね、外の人の助けっていうか、うん、若い時は、ね、そうじゃなかったんですけど、うん、一番早かったら20代中盤ぐらいから、うん、で遅くても20代後半ぐらいから外の人の力を使えるようになってきますね、うん、その傷のおかげで。普段から多分やられてると思うんですけど、うん、人と話すっていうのがこれ回転率上げるんですよね。お、うん、これやりたいんだけどとか、うん、これ困ってんだよねって言うと、助けても出やすいってになってますよ。やっぱり人とコミュニケーション取るっていうのは非常に重要なキーワードだと思う。なるほど。で、夜中の LINE はいいんですね。闇の LINE。そうですね。内容によりますよね。どうでしょうね。内容はここでは話す。話すってことはすごく大事になるんですね。ただの足の引っ張り合い。白川先生と北川先生というのは似てる傾向にありますね、っていうのは。それはやっぱり上に立つ人の傾向しています。運命性もそうですし、海洋線で地位のところとか、あと収入のところとかもそうなんですけど、2人とも同じ線に出てますね。ここフォークみたいに3つに分かれてるのがありますか、こういう。はい。こういうふうに、ああ、なんか、おぉ、振り回しあるみたいな。あ、そうです、そうです。白川先生も同じように入られているので、上に立つ人っていうのは、こういう線入ってないとなかなか難しいのかなと思いますね。綺麗に入っているので、まあ、そういう意味では、上に立つべき人かなという感じ。で、今年、ここに線入ってますね。これちょうど47なんですよ。おぉ、俳優デビューする。おぉ、ね、おぉ47で、そういうふうにチャンスっていうかきっかけになってるんだよね。おー定められていた。定められていた。まあ、今のところ新しく始めたんで役者ぐらい。いやもうね、3月バタバタだったんですよ。この間撮影やりながら、過去最大規模のシステムのイベントやってます。ああ、そうですよね。かつここを作って。ねえ、新しいことづくめですね。随分3月のやつ。そうですね、こういうのが今年ちょっと多い。ね、まだまだ来るんだ、ね、まだちょっとね、あると思いますね。まだ先生はあれなんですか、長いビジョンで言うと、うん、ずっとやっぱ指導者として出てくる予定ではあるんですか。遊んで暮らしたい。めっちゃ真面目に言うな。なんかね、ある一定の段階でどっちかというと経営者とか上の方に立ちそうな感じの傾向にはあるかなと思うんですよね。システムもね、愛してらっしゃると思うので、やめることはないと思うんですよ。システムは僕の中でも遊んでるようなもんなんです。すでに遊んで暮らしてるんで。これがね、どの段階でするかっていうところも、ここで切れてるんですからね。これ先はないんですよ。だけど、こっち側の線は出始めるんですよ。で、これがずっとこっちから来てるんですよね。ここら辺が、完成変わりそうな雰囲気が出てます、ね。
多分60になる前だな。60後半の流れはか、はい、役割とか役職とか、あ、うん、神へとなるんですね。こっち側は綺麗に組んでます。で、こっち側は急激にここから数本出てますか。これは自分のできる幅が急激に今年から広がっているんですよ。この2つで終わらない。まだダンサーとかにもなる。ダンサーとかにもなる。どんどん可能性が膨大に増えているので、これちょっとまた時間なくなっちゃうかもしれないですね。パティシエとかやろうかな。ああ美味しいよ、作れそう。作るよ。パティシエやろうか。ああ、大好き。やった。いいですね。やった。かなり出てもらいましたね、ここ。本当だ。かなり出てます。出てますね。これが全部可能性なんですよ。で、しかも長いんです。単一で終わらない。先に続いていくような企画とか。同時進行がいっぱい始まる。そうそう、同時進行がいっぱい始まって、これが永遠と60ぐらいですか。すごい、10年以上続く。無意識にやってるかもしれないんですけど、多分ずっと続きますね。良くも悪くも。あ、良くも悪くも。忙しいな。3月終わって一段落かと思ったら、うん、それでは終わらないのに。でもちょっと楽しそう。いや、その細かい線が、星見チャンネル、小賀チャンネル。そういう意味。YouTube は1本で出てると思いますよね。あ、やっぱり。やっぱりシスマチャンネル、星見チャンネル、ここチャンネルだ。そうだ。あとブラックモードとか、ね。ああ、そうですね。なのでそういう風な可能性っていうのは膨大に、ご自身は多分あんまり意識してないかもしれないんですけども、おそらく自動的に選んでますね。白川先生と違うのは、白川先生は自分でこれから選ばないといけないんですけど、ご自身も自動的に選んでるので、なんとなくやっちゃってるってこと。そうそうそう。うちは前段階だけども、北川先生も選んじゃってる状態になってるので、あとやるだけっていう形になってますね。直感に従って。システムのイベントもそうですし、役者もそうですし、まあ、多分それ以外に全然畑の違う、もともとね、本も書いてらっしゃいますし、そういうのもありますけど、全然関係ないようなのが入ってますね。あ、やばい、俺はタップダンサーかな。落語。あ、落語。落語言ってな。タップダンスしながら落語する。タップ落語。極まものになそれこそビートパラドックスだね。ああ、ようこそメインテーマとしましては、北川先生も自動的にやるようになってしまっているので、うん、あとこなすだけですね。あ、こうあるのに。で、引き続きノリで来ていけばいいっていう。そうです、そうです。そういうことですね。でも迷いがないってこと、うん、ある意味、普通の人っていうのは躊躇するんです。例えば47ぐらいの人たち、かなり見てるんですけども、選択をするっていうことに対して非常に恐怖感がある人多いんですよね。なぜかというと、社会に順応することを重視してるので、自分の個性とかですね、あと好きなものっていうのは、黙殺されていくので、自分で決めるっていう感覚が薄くなっていくんですよね。なんですけど、北川先生はそこら辺純粋に自分のやりたいこととか、なんとなく流れでやっちゃうとかっていうのが、ずっと流動的に動いてらっしゃるので、システムもそうですけど、流れに対してすごい順応が高い。行動をやめなければ、多分次からたくさんあるんです。よかった、俺で生きてて。そうですね。今も悪く出てないんですね。よかった。なので、ちょっと両方見た感じでは、このお二人で引っ張り合うんであれば、北川先生がもう行動続けていらっしゃるんで、白川先生声かけるっていうような流れにはなっちゃいますね。その中から白川先生が選ぶっていうか、それをきっかけかもしれないですけど、別の角度で白川先生自体が自分のことを満たすような案件っていうのを、おそらく決めていく。4年間で。ということは、僕が白川先生に女性を紹介しなきゃいけないって、そういう。それもやろうと思えばできますね。やりましょうか。企画で。企画で。全然悪くないです。どの可能性も悪く出てないので、ネガティブな言葉もなければ、さっきみたいな間もない。間もないぞ。先生のちょっとドキッとする間があるじゃないですか。ワインチャンネル見ててもだからちょっと含みはないんですよ。そのまんま流れてるっていうか、うまくいいサイクル回されてるので、そのまま行ったらいいんじゃないかと思うんですけどね。どっちが勝ちですか。短期的に言うとですね、北川先生の方は安定はしてます。安定してます。なので、まあ、いい手という意味では北川先生の方がいいかなと。ただ、持ってらっしゃる僧侶とか、切れ物的には白川先生の方が強いですね。そうですね。そう、確かにそうだね。安定とポテンシャル。ポテンシャル。もう、ポテンシャルものすごい高かったですね。悔しいですね。ちょっと悔しい。まあ、切れ具合で負けたら、それはもうしょうがないな。すごく安定されてますね、北川先生が。そうなんですよ。そうやって見ると、安定性で言うと北川先生。
混ざってるのかなっていう。やった。白川先生ちょっといろいろ紹介しますよ。そうですね。ぜひ紹介を、はい、参考にしていただけたら。はい。ありがとうございます。はい。なので先生そのまま行動を続けてください、ね。はい。頑張ります。沼田さんのありがとうございました。ありがとうございました。あの沼田さんのね、ツイッターフォローしてください。あ、YouTube やってる。YouTube も全然頻繁に上げてないですけどやってますので、ぜひ。はい。登録します。ああ、ありがとう。登録します。はい。見てます。はい。はい、ありがとうございます。あと、市民チャンネルの方でも、はい、この他の都市民とか、小川さんとか、はい、これから見てもらいますので、はい、ドキドキですね。はい、ドキドキです。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。クモの巣にかかって食われちまったんだよ、お前は。搾取されるぐらいの弱い生き物だったってだけだ。それないだろ。何でもにかまってこれは、奥の石だ。何だ